はい。皆さん、こんにちは。ワンダルギルビーチです。では、今回は、ボンバークルー、続けていきたいと思います。で、ちょっと今回ですね、ミッションをプレイしていくんですけども、すべてのミッションね、お見せしてると、皆さんも退屈されてしまうと思いますので、重要なミッションだけね、実況の方やっていきたいと思っています。で、今回その重要なミッション来てますんで、早速中身見ていきましょう。チャリオット作戦。勇猛な、勇敢な指揮官によるフランスのサンナゼールにある侵入不可能と言われている敵ユーボート基地への襲撃作戦を援護しに行きますという内容になってますね。彼らは爆弾を積み込んだ船で基地へ突撃を敢行するということになっています。これの支援ということですね。で、航空機の方ですね、少しアップグレードかけてますので、簡単にご紹介だけしておきましょう。まずエンジンなんですが、標準エンジンのマーク2に、換装しています。で、ガンタレット、ジューザーですが、テールと、あとは真ん中の上部、それとノーズに関しては自動装填にしています。弾切れが起きたときね、人をリロードのために使わなくて済むので、攻撃効率が上がるかなと思っています。で、装備のところなんですけど、リア、ミッドリア、ミッドフロントとそれぞれ、3つ、配置可能な状態になってまして、ここには救命装置が2つと、あと消火器1つという配置にしてあります。で、機体の方は装甲ボディのマーク1とマーク2が入って、入り乱れ 混在という状況ですね。では、早速ミッションを始めていきましょう。でね、結構これ失敗すると全部一からになるんでしんどいので、本当に失敗しないように、慎重に、少なくても無事に帰還できるようにね、プレイの方はコントロールしていければいいかなと思っています。まずは低高度から入っていきましょう。早速装置を上げて、雨が降ってるとね、結構壊れるんですよね、機材が。なのでそこも注意しましょう。で、ボマー担当はもうすでに爆弾層に行って、代わりにエンジニアを銃弾につけます。で、爆弾をセットしておきますね。まだ爆弾層は開けずにはおきます。で、船と合流した後ですね、敵の U ボートを破壊していくという、ミッションになるんですけど、これがね、結構厳しいんですよね。難しい。まあ多分アクションが上手い人からしたらなんてことない、しょうもないアクションだろうっていうふうに思われると思うんですけど、僕みたいな武器長からするとね、結構しんどいんですよね。雨が上がりました。で、護衛対象ですね、発見しましたね。おっと、いきなりトラブル発生だな。トラブル発生してるので、エンジニアを派遣しましょう。敵がいる。あ、いるね。敵発見したら早速放火する。これは精度が上がる、銃弾の攻撃のね、精度が上がるものになりますね。うは、下ってる。落とされないように、撃沈されないようにしてもらわないと。では、テールの方にエンジニアを戻します。ノーズですね、ノーズの方に戻します。で、敵の U ボートを発見しましたので、これも撃沈に向かいましょう。爆弾層を開けます。失ったな。潜水されると発見できませんからね。周囲にしっかり目を配っておきましょう。離れないようにしないとね、船から。発見した。浮上してきたところを叩く。あっちにもいるのか。ただ、もう向かってるので、こっちを先に撃沈しちゃいましょう。撃沈する。よし、撃沈で、うわ、近いな。次の爆弾をセットしましょう。先行する？いや、先行しないな。
これは撃沈できる。ただ魚雷を食らうぞ。船が魚雷を食らってるけど、ここは敵の U ボート撃沈を優先しましょう。こっちにもいたよね。とりあえず船に近づくか。でエンジニアを減しなきゃいけないね。何かが起きる。トラブルが起きてる。油圧システムのトラブルだ。でここに敵の U ボート、爆弾層を上げて撃沈します。次の爆弾だけセットしておきましょう。で船はどこ行った。ああこんなところで敵の、テールに戻し、ノーズに戻します。で船はどこ行った。肝心の船の護衛ができていないぞ。それはそれで大問題だ。フォーカスを使っちゃいましょう。これね時間で戻ってきますからね。うわなんか攻撃を受けてる感じがするぞ。船が撃沈されるんじゃないかこれ。めっちゃ攻撃食らってるもんね。急いで寄りましょう。船が撃沈されたらミッション自体は失敗になっちゃいますからね。さあでは爆弾層から爆弾を投下して敵の統治下を破壊しておきます。いやもう半分まで削られてんな。またトラブル起きてるしね。ここはただ確実に敵の統治下を破壊して守る。もう一丁。うわーなんかやられそうな気配がするぞ。船が沈められる。だやられたな。ちょっと残念な結果だな。ちょっと基地に戻りましょう。そしたらねこれどうすればよかったんだろうね。とりあえず船に撃沈されてしまった以上はちょっと戻りましょうね。中高度まで上げます。でエンジニアを出して油圧がやられているようであれば落ちちゃいましょう。でボムベイはもう閉めて特訓戻します。いや今のちょっと何がまずかったのか、いっぱい一回船を見失ったのがまずかったっぽいですけど、それにしてもなんかうまくいったとしても間に合ったのかな。ちょっと攻略方法を考えておかなきゃいけないかもしれないな。船を見失わなければあのまま船についていって、ただ敵の統治下の破壊がちょっと遅れたのかな。敵の統治下をもう少し早く破壊していれば、船がねダメージを受ける回数が減ったと思うので、潜水艦を3隻撃沈したら敵の統治下の破壊に行くっていうのがきっと、まあ、セオリーというか進め方の基本になりそうですね。ここはちょっともう一回リベンジしましょう。というわけで、時間進めて
もう一回出撃してきます。はい、では戻ってきました。チャリオット作戦もう一回ね、なんとかクリアを目指していきたいと思います。でさっきの反省点として、まあ、敵の位置をね、まあ見失って、まあ、敵を追ってしまって肝心の高地下の場所をね見失ってしまったという、失態をしてしまったので、今回はねちょっとそういったことがないように、あくまでもね敵の U ボートを破壊したら統治下の破壊に向かうというのをね肝に銘じてやっていきたいと思います。ではまずねどんどん近づいていきましょう。敵の U ボートを一発ずつ仕留めて爆弾を温存するっていうのをね絶対に忘れないようにしとかないといけないので、爆弾を無駄には使えないということですね。わ、ここでトラブルか。ちょっと早めに直してもらいましょう。それまで進路のアップデートはせずに置きましょう。直してから近づく。近づいちゃうともうそこから U ボートが迫ってくる怒涛の流れになっちゃうんでね、先にエンジニアに直してもらってから方向のアップデートをかけます。OK だ。そしたら船に近づいていきましょう。爆弾層ももう開けておく。ちょっと怖いですけどね、燃料っていう意味では。なので閉めよう。なんかこの辺からちょっとブレブレだな、すでに。敵の位置を発見しなければいけない。いるな。早速フォーカスを使う。どんどん撃沈、撃墜化していきましょう。で、ここで爆弾層を開けておきます。もうね、近くにいないな。では、あそこの U ボートを仕留めに行く。船からあんまり離れすぎないようにしなきゃいけないものの、U ボートを発見したらね、確実にそれは仕留めておかなきゃいけないので、仕留めます。浮上してこい。そのままそのまま浮上してこいよ。いや浮上してこないな。敵も警戒してるな。しっかり。何こんなところに浮上してきやがった。ただ見ていたぞ、浮上のその瞬間を。仕留める、すぐに。なあ、外した。外してしまった。貴重な貴重なその一発をやらかしたな。囲まれてるし、これはもう絶対外せないぞ。よし、止めた。次はこっちだ。そうこうしてるうちにね、きっと航空隊もやってきそうだからね、敵の。外した。もう外せないのに。いやー、今回もなんか、やらかしそうだな。ちょっともう使えないからな。いやーもう敵の統治下に向かいたい。これ以上は無理だ。そうなんだよね、敵の砲台を破壊しなきゃいけないよね。
以外出てるからね。ついていかなきゃいけないね。ここはね、必死で。うわー、なんかエンジンが1個やられてるけど、ここはもう我慢だな。先にあのトーチカ、さっきの失敗プレイでトーチカが2個あるのは確認してますからね。そのために残しておいた爆弾、これは絶対に外せない。しのべ。よし、もう1個はこっちだ。しょうがない、エンジニアを出すしかないな。何がやられてる？酸素か。酸素はやらなきゃいけないな。フォーカスを使うよ。で、あのトーチカを狙う。相手はいるよね。相手はいる状態ってことでいいよね。閉まってはないよね、爆弾層。よし、破壊した。そしたらテールに戻しましょう。いや、下に入れる。で、爆弾層を閉めて上げましょう。なんとか敵基地に突入してくれ。いやー、突入できないのか。どうなってる。エンジニアをちょっとエンジンの修理回します。うわー、失敗した。失敗したが、ちょっともう一回やらせてください。すぐ戻ってきます。はい、では戻ってきました。今回こそクリアしましょう。さっきはね、ちょっと惜しかったですけど、前半 U ボートに爆弾当てられなかったのが痛かったかな。あそこはしっかりやっていきます。今度こそというところですかね。さあ、ここで船を発見します。船からは離れないぞ。で、敵がいたらさっさと撃ち落とします。フォーカスで一気に撃ち落とす。で、船に戻しましょう。視点をね。ボムベイを上げます。爆弾層を開けて敵の接近に備えます。いやー、もう今度は失敗できないからな。なんかね、喋らなきゃ喋らなきゃと思うんですけど、アクションはどうしてもね、こうなっちゃうんですよね、僕はね。その点ミカミックスとかね、アクションやりながらもベラベラ喋ってるんで、すごいなーと本当思いますね。さあ、まずはこっちかな。
こっちの U ボート撃沈しましょう。今ほぼ上から見てる視点ですね。よし、撃沈した。続いて船からは離れない。でも新しい爆弾を爆弾層にセットします。まだノーダメージだよね、船はね。このまま行きたいよな。何？こんな近くに。いや、こっちの方が先だな、位置的にね。いやー、こんな近くに浮上してくるとは。やってくれるな。見づらいし、雲で全然見えないよ。大丈夫だね、まだ大丈夫だね。これを確実に仕留める。よし、船は今のところ無傷。そしたらこっちは敵の砲塔ですね。そっちの方に向かいましょう。爆弾層に新たな爆弾をセット。敵の U ボートが出てなければ先に1個潰しちゃいましょう。今のところそうだね、トラブルも起きてないしね。あの爆撃自体状態がうまく続いてくれればいいかな。では爆弾投下シーケンスに入っていきましょう。確実に一撃で仕留める。OK だ。で護衛対象も生きてるね。もう一個の砲塔の方に向いておきましょう。と同時に敵戦闘機来てるので、これもフォーカスで一気に仕留める。でボムベイに新しいボムをセットして投下シーケンスに入っていきます。もう一個あそこにあると確認できるね。これがラストかな。これも一気に仕留める。ちょっと船の様子が気になるね。離れすぎてるんで。U ボートに殺到されてなければいいなっていうところかな。OK だ。船は大丈夫だな。残ってる。あとは自分が無事に生きて帰ること。ちょっとじゃあボムベイを閉めておきますね。ボムベイを閉めて、さあ船は U ボート基地に突撃した。入りましょう。高度をちょっと上げておきます。低高度だね。敵の基地近くだと対空防御がきついので。あとはこのままね、逃げ合わせましょう。フォーカス。あとは逃げます。
ガシガシ撃ち落としてくれ。そしたらちょっとダメージ受けてる人はベッドで寝てもらいましょう。テールの銃座担当ですね。いや、こういうところでよく書くとよくないな。帰りたい。帰りたいぞ。帰りましょう。写真を撮ればボーナスのポイントが入りますが、ここは帰るのを先決する。まあ、張り付かれてる。真下から撃たれて。真下に打ち返してるけどなかなか撃沈できないな。よし、とりあえずみんな元気かな。帰りましょう。基地へ。ようやくクリアできたんだ。残り燃料10分で出てるので、まあ、10分あれば確実に戻れるでしょう。待ってくれ。残り燃料わずかになってるぞ。10分持つんじゃないのか。大丈夫だよね。よし、戻ってきた。あとは着陸するときに車輪を落とせば終わりだ。いやー、3回目の成功ですね。よかったよかった。これで多分ね、次のフェーズに進めるんだと思います。だから最初の、言ってみればステージ1のボスみたいなところでこんだけでこずるんだから、本当にアクションゲームのセンスゼロですね。まあ、とはいえなんとかできたので嬉しいな。お、スキルもみんなやってくれたね。で、どんなスキル？リーンは、クールダウンタイムが短縮。弾薬を自由に散弾し、敵の戦闘機との距離を保つ。ああ、いいね。自動装填がついてるので、これ結構いいかもしれないですね。で、アクティブ中に自動的にレーダー範囲内の全戦闘機に対してタグ付けをする。オートタグ。これむちゃくちゃいいな。オートタグすげえいいぞ。これでちょっとアクションベタの僕もいけるかもしれない。そんな気持ちになりました。はい。というわけでね、ちょっとだいぶ手こずってしょうもないところもお見せしてしまったんですけども、こんな感じでね、メインキャンペーンが1個先に進みましたね。一番上の、スロット見ると。なので、またね、ミッションの方やっていきたいと思いますので、その際にはね、ぜひぜひ見に来ていただければと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。